バレーボールの V リーグ男子一部プレイオフ決勝が31日、東京有明コロシアムで行われ、レギュラーラウンド2位のサントリーが同1位のパナソニックを3対0、25から18、37から35、25から19で下し、2期ぶり10度目の優勝を果たした。画像、タグのセンス、笑っちゃいました。西田裕二の口元をいじった妻。 小サリナの投稿。タフなシーズンを象徴するような試合だった。第1セットはサントリーが決定力で押し切ったものの、第2セットは激しい打ち合いによる点の取り合い。37から35と異例のハイレベルな攻防を制して勢いに乗り、一気にストレート勝ち。最高主勲賞にも輝いた大山崎首相は、終わって欲しくないくらい、楽しい時間だった、と笑顔で激戦を振り返った。 昨年のプレイオフ決勝、名古屋に敗れて3連覇を逃して以来、王座奪還を目標に掲げてきた。直後の5月に前期の V リーグ王者として男子のアジアクラブ選手権に出場し、日本勢として初優勝。12月にはアジア王者としてインドのベンガルールで行われた世界クラブ選手権に臨み、3位に食い込んだ。日本のクラブとして初の快挙だったが、 その反動は小さくなかった。精神的にも肉体的にも疲れていた、と山村光太監督。この比例をチーム最多24得点と爆発したムセルスキー・ドミトリーも、今シーズンは世界クラブもあって特にタフだった、と言った。世界3位を手にした後はチーム力も上がりきらなかった。日程変更で先送りされていた2月上旬のパナソニック戦で連敗。 何もできずにストレート負けしたことが、天気になった、と公け主将は話した。あれで、チームは変わった、と山村監督も振り返った。ボールを落とさないなど基本的なことから見直し、チームの意識が再びリーグ戦の王座奪還へ。モチベーションが高まり、集中力が増した。今日もすごい集中力だった、と指揮官は第2セットの激闘を満足そうに振り返った。 現行の V リーグ最後の覇者は今週から新しくスタートする SV リーグへの参入を目指す。まだ読みにくいところはあるがバレー界にとってもいいチャレンジだと思うと山村監督。王者の新しい挑戦はすぐに始まる。